日本で一番すごい YouTuber といえば、やはりヒカキンが有名だと思いますが、私の祖父だってヒカキン知ってますけどね。で、その有名なヒカキンに対して、本当に一番登録者が多いのは、はじめしゃちょーです。600何十万人に対して、ヒカキンに対して、はじめしゃちょー700万ぐらいいったのかな。第1位の登録者数を誇るのが、はじめしゃちょーであるということも、また YouTube を好きな方であればご存知の方が多いと思うんですが、ツートップ、もしくははじめしゃちょーヒカキンの序列か、ヒカキンはじめしゃちょーか、みたいな感じのところなんですけれど、なんとびっくりしたことにですね、知らなかったんですけど、はじめしゃちょーとヒカキンが1、2だと思っていたら、最近順位が変わったんですね。ヒカキンを超えた2人目の日本人 YouTuber が現れまして、これすごいことですよ。誰かというと、キッズラインという YouTuber なんですね。で、見てるとね、いろいろね、やばいんですよ、この YouTuber は。基本的にまず、バンダイとかが売っているアンパンマンとか、その乳幼児向けのおもちゃを買ってきて、そして、人形劇みたいなことをやってですね、私も昔から知ってはいたんですけど、なんていうのかな、アンパンマンがバイキンマンと戦って、よし、一緒にパンチ攻撃だ、うわーみたいな、こういうのを買ってきたおもちゃとか、人形みたいなのを使ってやったりするような、ことをやるんですね。その本物の公式のアンパンマンを DVD で見た方がいいんじゃないのかと思うんですけど、ともかく無料でそういうのが出てるわけです。で、また、アンパンマンもね、声で、僕、アンパンマンみたいな、うまくできませんけど、アンパンマンの声ありますよね。ああいう声じゃなくて、おじさんがやってるんですよ。おじさんがやってるアンパンマンの人形劇をね、見て、別に私たちは見ても、アンパンマンのまだドラマじゃ、アニメだったらね、見ても、おーと思うことあるけれど、誰見て面白いと思わねえよと思うんですが、再生をされてるわけです。で、そんなの誰が見てるかっていうのは、もうそれ一目瞭然なわけでして、それは子供たちですよね。乳幼児が見ているということは間違いありません。で、それがですね、またヒカキンを超えたっていうこともすごいんですけど、過去の再生数とか見ると、なんか20億とかね、再生されてる動画なんですよ。なんで20億ってて、累計再生数じゃないんですよ。1本20億ですからね、1再生1円だとしても2億円はその1本の動画で手に入れてるという、信じられないですよね。そして、また、億単位の再生数を単発の動画で平然と稼いでいるというだけではなく、動画の投稿の頻度もこれまたやばくてですね、4時間だか5時間に1本ぐらい動画出てるんですよね。5時間に1本動画投稿するって、もう何かに取り憑かれてるんじゃないかなと思うんですけど、やばいですよね。そしてね、お子さんたちも最近は、昔からなのかな、そうわかんないですけど、動画に出演されていて、見てるとね、お子さんたちも、結構自分の求められた役をね、立ち回りしっかり意識してやってるっていう感じでね、別になんか下手なチャンネルとかじゃなくて、ちゃんと秀でているところはたくさんあるなと思うんですけど、やばいですよね。チャンネル登録者数600万で、再生数単発では、そんなにないんですよ。せいぜい20万、30万ぐらいで、100万いく動画なんてそんなにないんですけど、一部の動画は何十億ですよ。それから、で、なんでそんなに再生されるんですかって聞いたんですけど、知り合いにですね、2児の、パパの、知り合いの人がいまして、その人に聞いたらば、いや、実はね、うちの子供がずっと見てるんですよ、とか言ってね。そうなのかと、もう子供ってずっとあれ見てますから、もうそれ見せとけばね、とりあえず、おとなしくしてくれるんですよ、みたいな感じで、なるほどなぁと思いましたね。子供の、あやすのってすごい多分大変じゃないですか。私も、子供を育てたことなんて当然ないし、預かったこともないんですけど、泣き出したらね、どうするんだろうな、電車の中でよくね、グリーン車とかで泣き出すと顰蹙を買うとか言いますけど、でも、お母さん、お父さん大変だよなぁと思ってこう見てるわけですが、見せておくだけで静かになってくれるって、私わかんないんですけど、子供をね、育ててる親だって多分、声で泣かれたら正直言ってね、嫌だと思うんですよね。親だってうるせえなーとか思ってんじゃないかなって気はするんですけど、子供たちの声から解放されるのに、ああいうのを流しておくだけでいいってのは、それは助かることですね。子供たちがなぜいいのかわかりませんが、アンパンマンとかが映ってるだけでもいいんじゃないのかな。私もちっちゃい時は、些細なことでも楽しいと思いましたもんね。それがちっちゃい時はもっと敏感になってね、生まれて初めて得た娯楽ですから、アンパンマンが自分の前で動いててね、わかりやすいことをこうやってくれてるってだけで、もう十分な気がしますよね。で、あれって、許可取らないでさすがにできないよなと思っててね。明らかにキャラクターの衣装を使って儲けてるわけじゃないですか。あれがアンパンマンじゃなくてオリジナルキャラクターのね、変ななんかお団子パンみたいなやつだったら、多分そんな再生は伸びなかっただろうから、あれって著作権の元から、お金はもらってんだろうなと思うんですけど、それにしてもね、相当多分稼いでるとは思うんですよね。で、やっぱね、その、
2児の、お父さんがですね、もう本当にキッズラインガチ勢みたいな感じで、よくご存知だったんですけど、いや、あれ、新商品の、宣伝を兼ねてやってるんですよ。動画が大量にあるのは、ああいうおもちゃみたいなのをこうやっているその会社の、その新商品をどんどんと紹介し続けなければならないみたいなところがどうもあるのか、まあ、ただ本人の、あれで、作戦でやってるのかわからないんですけど、とにかくどん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 大量に出しまくって、まあ、私の動画もね、いっぱい出てるわけなんですが、しかし、そのレベルで頻繁に、すみません、公開する動画が、そのレベルで出したことは私もね、めったにはないわけですよね。でも、まあ、子供たちは見る時間がたくさんありますから、だって朝から晩まで暇なわけじゃないですか。で、まあ、家にずっといるのかどうかは分かりませんけど、そういう子供たちがね、何百万人もいて、まあ、子供たちといえば一度はアンパンマンを通るわけですよ。私だってちっちゃい時はアンパンマンに詳しかったらしいですからね、今じゃ知りませんけど、大半の子供たちがアンパンマンに関心を示すらしいということは知られているので、あ、すごいですよね。てか、アンパンマンがなぜそんなに子供たちの心を引くのかっていうのも、まあ、あるんですけどね。で、まあ、アンパンマンとかでそれで関心を引いて再生を伸ばすっていうと、子供たちが見ているっていうこととね、まあ、これがまたね、多分こっちの方でもね、うまくいってんじゃないかなと思うんですけど、子供たちって自分たちのアカウント持ってないじゃないですか。生年月日がね、2015年とかになってるアカウントを自分でパスワード入力して作るわけないんだから、親のアカウントで見てるわけでしょ。そうすると、どこまでそうなってるのかわかんないんですけど、多分ですけど、ある程度は大人が見ているというふうにも認識されてるんじゃないかなって気がするんですよね。YouTube って、これはっきりしてることなんですけど、子供向けの動画作ってもしょうがないんですよ。車の広告とか出しても誰が見んのって話見ないじゃないですか。車の広告を出して子供が見ても買えるわけないから、中学生向けの動画とかって儲からないんですよ。購買意欲持ってない。あの人たちは動画を見る時間はあっても広告収入のそもそもの源泉にならないんですよ。だって YouTube の広告見てもお金使えないから。だから大人向けの出した方、動画出した方が実は儲かるんですよ。で、キッズラインっていうのはもうバリッバリの現金なんか1円たりとも持っていない、最も広告収入を得ないような人たちである、広告収入の原因とならないような人たちで本来はあるはずなんですが、大人のアカウントを使って見ているので大人が見ているというふうになる可能性はあるし、なんだかんだ言って大人と一緒に見ているはずなんですよ、テレビとかね。これもまあこういうスマートフォンとかタブレットで見るってことはまああるのかもしれないけど、テレビを使ってね、YouTube で見るってことだって多分あるだろうし、そういう状態で、子供たちが見るのを大人のも広告をたまにこうやってちらりと目にするということがあると、まあ、特にここは考えすぎかもしれませんが、子供向けのね、アンパンマンが出てきました、バイキンマンも来ました、バイキンマンが今世界を支配して、今街を焦土にしようとしていますみたいなことをこうやって言っていても、まあ、親はまあなんか言ってるなぐらい気にしないわけですが、そこでいきなりですね、こう切り替わって、ズームズーム、マツダのかっこいいスポーツカーを見てくださいとか、まあ、そんな広告が流れるのか分かりませんけど、それでね、そういうのがあったらば、また親がね、おおと思うこともあるのかもしれないし、ちょっとさっきまでと趣が違うななんて、ちょっと目が行くこともあるかもしれないし、そうじゃなくて、なんですかね。じゃあ今度はおもちゃだとしてもね、子供が明らかにおもちゃを見ている子供におもちゃ向けの広告がそこに流される。子供が、あははあ、おもちゃ欲しいなとかやっていた時に、親が、あれ、なんか子供が欲しがってるから買うか、みたいになる可能性もあります。で、もしくは親もですね、何かおもちゃを買う時に、あ、そういえばあれ広告でした、あれにするかなんて言ってね、吸い込むこともできるかもしれません。とにかく広告が割と効果的に流せるんではないかというような気がするので、あれは結構ね、儲かってんじゃないかと思います。しかし、600万人というのはすごい。今だって子供って何人いるの？日本に乳幼児の数ってね。ちょっと調べてみますけど、乳幼児の人口。今日本は、割合じゃないんだよな。日本の統計でありますけど、ちょっとなかなかあれな。5階級別人口ってのあります。多分普通に600万人登録者がいても、子供が、その対象顧客が600万人もいるかって話なんですよね。ちょっと今、エクセルが、統計局、内閣府のあれ出てるんですけど、ちょっと待ってくださいね、今ね、今表示してるからね。平成28年の総数で0歳から4歳までは、4963千人だから、49万6300人ですよね。違うか。496万3000人か。そうか。ごめんなさい。496万人しか0歳から3歳、あ、0歳から4歳の子供がいないのに、登録者が600万人もいるってのは、これ不思議なことなんですよね。まあ、もちろん両親が両方ともチャンネル登録をしているっていう可能性はあるんですけど、
そのレベルまでいかっていかないと思うんですが、もしかしたら海外かな。子供って結局何言ってるかな、多分あんま分かんないような子も見てるわけじゃないですか。だからそういう子供にも見られるなら、日本人だけじゃなくて外国人も見るし、だからこそ20億とかでとんでもない再生数が手に入るんだと思うんで、これはすごい。なるほど、そっか。乳幼児っていうのは言葉が通じないからこそ容易に言葉の壁を越えることができるんですよね。しかもアジア人だとなんか知らない人が出てるって感じだけど、アジア人じゃなくてね、もう、なんですか、アンパンマンしかキャラクターが出てないっていう動画も多いですから、そういうことなのかな、わかりませんけどね。とにかくうまくやってると思いますよ、このキッズラインという人。何者なんだって感じですけどね。異色すぎるんですよね。しかも影が薄いのにね、こんな狂ったように投稿しまくって、極端な再生数を稼いでいるという、恐ろしいなというふうにも感じました。いや、すごいですね。ご視聴ありがとうございました。ごめんなさい、なんかただ私の感想を言っただけですけど、まあいいですよね、見てくれて。